ルイス・グルーエンバーグはアメリカ合衆国の作曲家、ピアニスト。ベラルーシのブレストリトフスクにて、ロシア系、リトアニア系ユダヤ人の家系に生まれる。ロシア帝国の出身ながらも、生後感もなく、家族に連れられアメリカ合衆国に移住する。父親はニューヨークシティのバイオリニストであった。少年時代よりピアノに才能を示し、8歳の時、 ドボルザークが委員長を務めるニューヨークナショナル音楽院に入学してアデール・マルグリースにピアノを指示した。演奏者としては当初よりソリストとしてもアンサンブルでも適性を発揮した。20代前半で通してベルリン・とウィーンでフェルッチョブ・ゾーニに指示する。1912年から教育活動と演奏活動に入り第一次世界大戦までソリストや伴奏者として 演奏旅行を行った。1919年にアメリカに帰還。同年、公共誌、夢の丘を作曲して賞賛され、フラグラープライズを獲得し、一層作曲に没頭できるようになった。作曲家として名を成すにつれ、ジャズに魅了されるようになり、ジャズやラグタイムに強く影響された作品を作るようになった。 1933年から1934年まで、メトロポリタン歌劇場において、友人をニール原作の表現主義的オペラ、皇帝、ジョーンズが2シーズンにわたって上演されるも、タイム誌においてかなり酷評された。1933年から1936年まで、シカゴ音楽大学の作曲家の主任教授を務める。その後は家族連れで、 カリフォルニア州のビバリーヒルズに転居し、映画音楽の作曲も担当している。シカゴのスラム街における出産を描いたドキュメンタリー映画、ザ・ガイト・ホー・ライフの音楽はアカデミー賞最優秀映画音楽部門にノミネートされた。1944年にヤッシャ・ハイフェッツの移植により、バイオリン競争曲作品47を作曲。ハイフェッツはこれを ユージムオーマンディ式フィラデルフィア管弦楽団との共演により初演した後、ピエール・モントゥー式サンフランシスコ公共楽団との共演で録音した。裁判年の20年間は次第に音楽界や演奏会で孤立するようになった。また、渡米後の裁判人のシェーンベルクと信仰を持っていた。グルーンバーグは没年まで現役で作曲活動を続けた。固定した。 作曲様式にとらわれず、多種多様な作曲技法を取り入れた多作家であった。作品には12のオペラ、オラトリオ、信仰の歌、バレエ、5つの公共曲、2つのピアノ競争曲、バイオリン競争曲、チェロ競争曲、室内楽曲、歌曲、ピアノ曲などがある。を翻訳し、開口に利用。ありがとうございます。